金、私のお気に入りなの。うん、春菜のおすすめは間違いないよね。よかった、気に入ってくれて。そのオーディション落ちたって聞いたから。まあね、今度こそはいけるって思ったんだけどな。しかもこれで7連敗。そうなんだ。まあ仕方ないよ。でも次こそは絶対に受かってみせる。マイカちゃんはすごいね。え、そう？だって何度不合格でもへこたれていないから。いやいや、へこむでしょ。でもどんどん挑戦していくしかないじゃん。挑戦しなきゃ受かんないんだから。そうだね。うん、そうだね。やっぱりマイカちゃんはすごいな。だからそんなすごくないって。春菜だってオーディション落ちたからってずっと落ち込んでるわけじゃないでしょ。それはそうだけど、そんなすぐには切り替えられないかな。自分もそんなすぐに切り替えられてるわけじゃないけど。ちょっといいかしら。ん？自分たちっすか？ええ、そう。話を盗み聞きしてごめんなさいね。気になるお話をしてたからつい。気になる話？オーディションがどうこうって話をしていたけど、二人とも役者さんなのかなって。あ、私たちは声優です。まだ、その、卵ですけど。とりあえず、事務所には所属して活動してます。なるほど。声優の卵。それならもっと都合がいいかも。はあ。ねえ、あなたたちに仕事を依頼するにはどうしたらいいかしら。え？仕事っすか？ええ。実は私、この商店街の組合長なの。商店街の活性化のためにいろいろとやっててね。商店街の活性化？そう、何もしないとお客さんいなくなっちゃうからね。で、その活性化に考えてる案が一つあってね。それがあなたたちにお願いしたいっていう仕事なの。それってどんな仕事なんすか？商店街の時報と案内のためのアナウンス、それを二人にお願いしたいと思ってるの。で、まあうちの事務所の話をして名刺をもらって、そういうことっすね。ああ、でも仕事としてもらえるのは嬉しいです。全力で受けさせてもらいます。ただはっきりしないのはこう気持ちが悪いっていうか。そうなっちゃうのは少し嫌だな。ただなるほど、オーディションか。もちろん、それならどんと来いって感じっす。自分、そういうのは大好きなんで。
願いします。そうっすね、その日とその日なら